マートソサエティ、スマートシティやスマートコミュニティという言葉もほぼ同じような意味なんですけれども、まあ、シンプルに考えて、スマートな賢い社会というふうに考えていただいたらいいんですけれども、具体的には IT、今言ったように IT によって賢くなったじゃなくて、IT を使うことによって賢くなった社会のことです。なので、ただただここで受け身で技術を学べば皆さんが社会に貢献できるかというと、そんなことはなくて、この技術をどう使うかっていうことに頭を向けさせてほしいなというふうに思います。何活用するかということを今日ね、皆さん展示物とかを見ていただいてますけれども、みんなただ技術をやってるだけじゃなくて、それ何に使おうかっていうことを日々考えている学生たちが発表してくれているものも、そういうことに関係がしています。実はここがこそ皆さんがこれから活躍すべきところですね、というふうに考えていただけたらと。IT っていうのが一番広いジャンルです。AI とかもう IoT とかいろいろ言われてますけれども、それらは全て IT の中に含まれるものですね。この2つの領域が重なるところが、スマートソサエティとかスマートシティというものに大きく関係しているというところです。こんな感じですね。一つは、例えば象徴的には人間の知能を超える機械の知能が、今は限られたジャンルですけどね、うちの松原先生がやってる囲碁とか将棋の AI が、すごく象徴的ですけれども、人間の知能を超える、つまり人間の知能とちょっと違うタイプだと思っていただいた方がいいですよね。人間には人間の得意なところがあるけれど、機械には機械の得意なところがあるので、そこの積み上げみたいなことがこれから、なと思います。それから、車とか家とか家電などあらゆるものが端末になる、これから自動車がね、なんかインターネットとかメディアの端末になるというふうに言われて、日産とかトヨタとかみんな頑張ってそのような開発をしてますけどね。あとはこういう道路や交通とか河川、水道、電気などさっき言ったような人口が減ることでとっても脆弱化していく心配だと言われている部分を AI とかロボットを通じて何とかしていかないといけない。IT は社会の何を変えるのか、あるいは逆にね、どう賢く愚かにするのか、もう大変な技術が進みすぎちゃって負の側面もいっぱいあると思うんですよね。例えば LINE とかインスタ、SNS は何を変えるかっていったらやっぱりコミュニケーションですよね。皆さんのコミュニケーション大きく変わってますよね。 LINE とかがあることで、いい面も悪い面、面倒くさい面もすごくいっぱいあると思うんですね。またオンデマンドで映画とか音楽とか、本とかもね、買えるようになったと、もう娯楽とか文化とかビジネスや、ね、マーケットもこれに合わせたものにも変わってきてますし、電子政府とかが本当に本格的になれば社会制度のものだと変わってきますよね。で AI やロボットが進めば人間の能力も拡張されていくし、逆に負の側面としてはやっぱり情報教育、情報倫理とかストレスや人間関係についても問題解決がいろいろと必要になっているということですね。これだけキーワードがあるってことは、それだけ可能性というかやらなきゃいけない領域もいっぱいあるということで、まだまだ開発しなきゃいけない技術も多いし、考えなきゃいけない教育の手法とか倫理の、あり方とかもね、考えなきゃいけない。じゃあどういうふうにこの IT 分野にアプローチしていいか、よく言われることですけれど、 T 字型の、人間を目指そうということを取りたいと思います。一つは AI の全体像が何か見渡せていると。今日はちょっとかいつまんでちゃちゃちゃって話しましたけれど、いろんなところが発達してるよねっていうような全体像が見渡せていると同時に、特にでも自分はここは強いんだみたいなね、やっぱり専門性を有する分野を一つか二つか掘り下げて、さらにこの横軸と縦軸を合わせて未来に何が必要かを察知して構想して提案できる、こういう風な、何でもいいです、どんなちっちゃい分野でも構わないです。あるいは広い T 字の横の方が自分は強いんだと、横断して連携することの方が自分は強いんだっていうね、ここにも書きましたけれど、この3つのバランスにはすごく個性があって構わないし、皆さんの適性によって変わってくると思うんですね。だから大学時代がどうしてもこの専門性が難しいので
ので、学びをね、やっぱり集中して学ぶしかないっていうふうになる人が多いんですけれども、でもやっぱり最終的には、1、2、3、全体を見渡してほしいと思っています。そのために3年中の必修のプロジェクト学習っていうのは、まあ、こういうことを曲がりなりにもちょっとおもちゃみたいにも体験してもらうためにあるわけですけれどもね。でそれで未来大はこのいろんな情報学っていうのはこれ以外にもたくさんのジャンルがあります。情報系を勉強したいっていう人は下半分は文系ですけど、文系の経済学とか経営学に行っても今十分情報系のことを勉強できます。で未来大は大体ですけど、まあ、下にもうちょっと伸びるかもしれないですけど、大体未来大が強いのはこの上半分ですね。この上半分のところで専門性を培うことが、まあ、できるというふうに、なっています。でもちろん未来大にいてもこの下半分のここを社会系に、掘り下げたいという人はさらに私が担当しているような教養科目や卒業や、大学院で掘り下げることももちろんできます。でこれはまあ全部曲がりなりにもちょっとずつでもいいから、ね、知っておくということが、とても大切になります。